ははい皆さんこんこにちは、えー、今日はですね、えー、GM5600EY1JR ですね GM5600EY1JR、えー、ポーターとカシオのコラボレーションモデルですね、えー、こちらの方を引き続き紹介したいと思いますこのモデルなんですけども、えー、ミリタリー仕様のカーキ色のナイロンバンドが、えー、付属しています えー、画面に映っているのがですね、えー、そのバンドを装着したあ状態なんですけども、えー、こちらになりますねこのグリーンがですね非常に綺麗ですねグリーンとあとこのブラックの、えーまあ、金属部分ですねこの辺りも非常に凝った作りになっていますでポーターのタグがついてますよねで、えー、ブラックのメタル仕様のベゼルとで どうでしょうね、こう光が当たると若干こういい感じの色に変化するというかちょうどいい感じの黒色と言っていいんでしょうかねえー、マットというよりも若干艶があるように私には見えますけどもとても気に入ってます、えー、このグリーンのベルトも非常にセンスがいいですね、えー、このようにですね、えー、今回のポーターの G ショックというのは ベルトがですね、こういったナイロンのバンドですね、ナイロンのバンドとブラックの樹脂ベルトとで、前回紹介したリストバンドということで、3パターン楽しめるようになっていまして、そのあたりも G-SHOCK を好きな方にとっては非常にアピールポイントになっているコラボレーションモデルだと思います。どうでしょうね。 ナイロンバンドあまりこれまでの限定モデルでは私も見たことがないというか使ってこなかったんですけども今回のこのポーターの G 色に関しては配色がいいと思いますね色のバランスがいいと思いますこのポーターの G 色市場で手に入れることがまだできるのであれば是非購入してもらってですね えー、3パターンの使い方、えー、それぞれ使い方があるでしょうから、えー、楽しんでもらいたい G ショックの一つだと思います。えー、今日はですね、えー、ポーターの G ショックということで、えー、GM5600EY1JR ですね、GM5600EY1JR、えー、ミリタリー仕様のナイロンバンドを取り付けた状態を紹介しました。 次回以降もですね私が実際に所有していて使っている G k を紹介していきますので楽しみに待っていてください。それではまたお会いしましょう。